はい、どうもタンタンです。こちら、キワヤさんですね。キワヤブランドの、はい、このモデルは KTS の7というモデルなんですけれども、通常日本国内では、ほぼ流通はしていない海外、まあ、海外輸出向けモデルとして作られているモデルで、まあ、ごく一部わずかな数だけ日本国内にも新品流通してたかなといった、そんな一本でございますね。まあ、ご覧の通りマーチンのスタイル 3M の、レプリカなんですけれども、まんまですね、5712フレットジョイントのソプラノサイズでございます。はい、センターラインがもちろんあってボディエンドのオーナメントもしっかりとついてる。はい、こんな感じですね。まあ、コンディションはね、非常に綺麗な方だと思います。 UPT のペグで使いやすいですし、傷らしい傷もまあ、ここら辺かな。ここに一箇所ね、なんかちょっこっと当てたようなとこありますけれども、もうほんとそれぐらいで綺麗なコンディションの一本かなと。結構やっぱり明るめな音ですね。まあ 3M スタイルなんですけども、まあ、日本製らしいこう少しこうクリアな感じというかな、そういった印象の音色の一本かなと思います。はい、まあ、いずれにしてもなかなか手に入れることの機会の少ないモデルというかな、そんな感じなので、今回はユーズド品ですけどもね、貴重な機会なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらキワヤさんですね。キワヤさんのソプラノサイズ KTS の7、こういった、まあ、輸出用の、まあ、モデルとして作られたような感じなんですけれども、こういったマホガニーボディのマーチン 3M スタイルの一本でございます。はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。